では、今日からこのホールはアキソン取っていきます。お願いします。こういうところ多分めっちゃ叩くアキさんは皆さんご存知の通りアキさんです。紹介にやったここは370ヤード届かない、ワンオン6番ですね、ワンオンダスティン・ジョンソンかな。いい球。おお、すげえ。どう？よし。アキさんはゴルフ始めてどのくらいなんですか？今、ゴルフと同じ時ぐらいに始めたんで、1年と8ヶ月か9ヶ月ぐらい。わあ、ゴルフにかける気持ちはどんな感じなんですか？5年でなんとかシングルぐらいになりたいです。え？5年ぐらいで。シングル？ぐらいになりたいです。すごい。高みを目指している。そしてまあ YouTuber なんで、なんかこう。いいショットを見せたいんですよね。こう出た時に撮られてる時だけいいショットを打ちたいです。今いいショットでしたね。さすがっすね。さあ残り160ヤードくらい。160ですか。8番。はい、すごい。あとフォローとダイヤも。いい球だが、これいったんじゃない。でかかったかな、まだ。ちょっと奥行きましたかね。あ、手前だ、ちょっと。ちょっと手前。うん。まあまあまあ、ちょっと手前ぐらいかな。8番で155。はい。すごいね。まあ、フォローとフライヤーで多分170ぐらい多分飛んでました。これ普通のあれでしょ？エイペックスとかでしょ？X ポージドを僕は使ってますけど。おー、いいの使ってますね。距離は出るんですけど、うん、誰よりも曲がるんで、うん、大変です、ゴルフが。じゃ曲げるゴルファーになればいいじゃないですか。もう鼻から、うん、そうですね。でも右に左に両方曲がるんで、意図的に、意図的に、そうかっこいいですね、うん、ババワトソンみたいにもうめっちゃスライスさせて、うん、持ち球作りたいんですよね、そろそろ。まだぽくない。まだぽく、なんか日によってです。今日は撮ろうかなみたいな。うまい。アキさんはあのバンカーが苦手じゃないって顔してパーンって打ちますね。うんうんうん。きた。うわー、舐められた。なんとなんとなんと。塩タタム。なぜかこれを飲んで水を飲むと塩分補給になるそうです。インターネットじゃ売り切れてるそうです何味がしましたか。塩味です。やっぱり塩味だから塩タブ。どうですか。後半今いい感じです。まだ今次 5ホールですか。次5か。後半はまだタブ叩いてないです。すげえ。っていうかアイアンいいっすよね。今ちょっと良くなりました。パターも前半一瞬ちょっとシャンク出たんですけど持ち直し。どっか行っちゃったシャンクは。もう覚えてない。はい、さすがシャンクって何。よくわかんないっす、はい、この6番ですね、はい、2度目のパー5。はい、アイアンだけのパー5はどうですか。とりあえずティーショット OK。 ティーショット OK。 ティーショット OK。 OK でしたね。 OK でした。はい、ここからです。ちゃんと全部綺麗に当たってくれれば3打目で乗る確率もなくはない。パー5で3オンを6番アイアン6番アイアンでこのまま3回打てばね。そう、ダフったりしちゃうとちょっともう難しいんですけど。今ゆこちゃんの頭から三角にこう木がボワって盛り上がってて、すごいなんかね、うん、変な絵です。すごくいいです。変な絵ですさあラフから残り300ヤード。6番アイアン。右に行き過ぎた。右に向いてるかも。うん、まあ
左には行かなかった、うん、いやー、これだいぶ右向けんな。おー、当てた。もう一打でいけるか。あ、出ろ。パンカ行っちゃったな。ゆこばあちゃん、これはもう直接当てるつもりですか？いやー、85ヤード。ああ。いや、もう左の方に合います。ナイスアウト。オッケー。まあ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 。まあまあまあ。うん。狙い通り。ここで安全な柵を選ぶ。さすが。うまい。来たよ。行け。来たよ。弱いです。お腹空いた。ですね。今日はとんかつですか。ちょっとなんか辛いもん食べたいです。タイに行ってから。でそうそうそう。グリップ交換。はい。なんで。全然割れちゃいました。おお。え、これ元々のついてたやつですか。これ元々の純正グリップです。次なんか新しいのに変えたりとか。一応あの、今もう持ってるんですよ。まだ工房に行けてなくって、強みゴルフプライド。おお。はい。アライン線入ってるやつだ。そう、下に線入ってるやつだ。あ、そう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 、てる赤いやつ。そうなんです。まだ変えてない、行けてない。400ヤードのパー4です。はい、400ヤードはアイアンマンにはきついと思いますが、はい、フリーオンで行くのが常識だと思います。そうですね。あの赤い丸の上を打つようにします。はい。ちょっとだ、振ったかな。作ったよ。はい、256ヤード、はい、6番でいきます。はい。必要はあるのかと言われると、うん、ないですね。まあでもいいんじゃない。160でちょうどあの花道の、そうですね、花道狙い。新しい振り方、新しい振り方。待っとった。やばい、やばい、やばい、やばい。おー、え、今なんか、なんか木に当たったっぽいんですけど。あー、グリーン行きましょう。グリーンってことはあっちですね。行っちゃうぜ。さて、素振りはどうだ。はい、お、どうですか。どうですか。ボールの確認ちょっとできないんですけど、抜けたっぽいですよね。抜けたっぽい。緊急事態、緊急事態。で、でん、はて、これはどうしたら良いのか。さて、宮下さんはどうする。開いてどんですか。もう直で当てる。おい、バカっぽいかな。レッツトライ。これで直で当ててやる。おー、うまい。出たナイスです。バンカーからのアプローチです。これでグリーンの真ん中くらいを狙うと、はい、うん、おー、いい感じ。おー、寄ったー、寄りましたー。ドゥ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 ーン。これ、めっちゃ寄ったでーでー。ナイスー。よかったー。お疲れ
れ様です。お疲れ様でした。さあ何を食べましょうか。ちょっと辛いのがいいなと思ったんですけど、ああ冷やし担々麺が なんとここにありました。冷やし担々麺にしようかな。アイスティーで。アイスティー、はい、冷やし担々麺でお願いします。決勝戦狙ってるんですか。もうせっかくだったら2人しか上がれないですけど上位2名狙ってます。ですよね。これ全国です。全国っていうか結構なこの会場の女性の上位2名が決勝進出できるらしいです、はい、ね。あの今レストラン見た限り、うん、女性以外ないんですか。アイアンと、はい、多分更衣室でも会ってないんですよね女性。というと一人しかいないかもと。あ、まあ女性、あれ女性いましたけど。あ、本当だ、一人女性は。アイアンマンなのかどうか。ではじゃあ5人くらいしかいないとして、はい、上位2名に意気込みはありますか。はい、なんとか、まあ、前半50で。後半46でなんとか100切れたんですよ。すごい。なんでご飯食べて残りの9ホールも40台でいけたらチャンスあるかな。まずは100、ね、はい、切るペースでいきましょう、ね、後半も40台、はい、頑張ります。しゃあ YouTube のこれ小さい。これ小さい。